続いてはこの2人です。スペシャルエキシビションマッチ、青コーナー日本 K-1 ジム総本部チームペガサス K-1 ワールドグランプリフェザー級王者郡司大斗選手の登場です。赤コーナー日本 K-1 ジム相模大野クレスト、初代 K-1 ワールドグランプリスーパーバンタム級王者、初代 K-1 ワールドグランプリフェザー級王者、そして K-1 ワールドグランプリスーパーフェザー級王者、タケル選手の登場です。ツーショットをお願いします。奥のムービーカメラにも視線をお願いします。ありがとうございます。ご着席ください。スペシャルエキシビションマッチ、郡司大斗選手とタケル選手です。それぞれ意気込みを語っていただきます。まずは赤コーナーのタケル選手お願いします。はい、そうですね、明日、郡司選手のエキシビジョンマッチ、僕はもう本当試合と同じ気持ちで体作ってきたし、お客さんもそのつもりで見てもらえたら、で思いっきり楽しんでもらえたらいいなと思います。最高の試合します。青コーナーの郡司大斗選手。そうですね、僕も試合だと思って、まあ、追い込みも含めてすごいきつい練習もしてきたんで、まあ明日いい試合ができるかなと思ってるんで、応援よろしくお願いします。それでは質疑応答に移ります。ご質問のある方どうぞ。すみません、郡司選手にお聞きします。SNS とかでこう、まあ、体重もほぼこう58キロまでこう落としてきたっていうところをアップされてましたけれども、改めてそのまあ理由を教えていただけますか。そうですね、まあ、それはタケル選手へのリスペクトも含めて、まあ、58キロに合わせて体重を落として、まあ、試合に動けるような体作りも含めてやってきたって感じですね。タケル選手にお聞きしたいんですけれども、まあ、郡司選手がこういうふうに、まあ、試合と同じレベルでこう仕上げてきたことについてはこうどのようにこう、思われますか。いや本当感謝しかないし、全然郡司選手はそんなつもりじゃないと思うんですけど、まあ、6月に向けて一緒に戦ってくれてるっていう気持ちになったんで、本当感謝しかないですね、はい。他にご質問のある方どうぞ。タケル選手お聞きしたいんですけども、今日の体重測られてますでしょうか。そうですね、まあ、今回僕水抜きをなしで62キロ以下まで落とすっていうのを目標にしてて、まあ、それで水抜いたら58ぐらいなんで、そこまでの体重落としました、はい。見た感じ本当試合前と大差ないすごくコンディション良さそうに見えるんですけど、実際どうですか。そうですね、一応朝水抜きもやって、リカバリーもどれぐらいになるのかっていうのを今までこの数年 3,4 年ぐらいはもう60キロ以下に落としてないんで、久々に60キロ以下 の, 体重まで落として、まあ、最終59キロちょっとぐらいまで水抜いて、そこから一回リカバリーも試してみて、まあ、今のところそんなにダメージっていうかコンディション的にはいいのかなっていうふうに思ってます、はい。
郡司選手をお聞きしたんですけども、武尊選手はもうとにかく殴り合いがしたいというふうにおっしゃってますけど、郡司選手の方いかがでしょう。そうですね、僕もすごい殴り合いがしたいんで、まあ、当日すごい殴り合いが見えるかなって思ってますね。他にご質問のある方どうぞ。武尊選手にお伺いしたいんですけれども、明日はじゃあ62まで戻して試合をするという感じになるんですか。そうですね、本当6月は60当日62キロで計量しないといけないんで、62キロで動ける体を作る準備をしてきたんで、明日は62キロで試合したいと思います。ありがとうございます。他にご質問のある方よろしいでしょうか。それでは両選手以上とさせていただきます。両選手ありがとうございました。